めちゃイケ春のスペシャルはこんな2人からスタート。どうもこんにちは、矢部川陽介です。おかすやしかつです。いやびっくりしたでしょうね皆さん。びっくりしたかな、ね、びっくりしたかな、我々ね今ねモノマネしてるんですよ。そうですね、エビさんのマネーですよね。そうなるかな。あんまよくわかんないんだけど。これあの他局で大人気のね、番組でしょこれ。バスのやつね。そうそう、バスで行くやつね。ローカル路線のね、バスの旅。本家はねここでもうね、あのマドンナをね、あのお呼びするんですよ。マドンナね、そうそうそう、この方です、どうぞ。こんにちは。はい、どうも。AKB48 の大島優子さん、よろしくお願いします。なんかテンション上がるね。似てる。あ、そう。お、一生懸命やってるの。うっすら入ってるの。うっすら。ガチャバ、ガチャバ。似てる。大島さん、本当はね、我々キャラクターどうでもいいんですよ。そうそうそう。ほら。私、大島優子は AKB48 を卒業します。昨年末、日本中を驚かせた AKB48 の絶対的エース大島優子突然の卒業宣言。デビュー当初から国民的アイドルグループを引っ張ってきた彼女が初めてめちゃイケに出演してくれたのは今から5年前。常に全力、どんな時でも絶対に手を抜かない、そんなアイドルの鏡ともいえる彼女のこれまでの頑張りを称え、これからの活躍を祈って。アイドル時代はほとんど休みがなかった大島優子に1泊2日の卒業旅行をプレゼント。とんでもないです、とんでもないです。1泊2日ね、存分に楽しんでもらおうと思ってね。2人と行けるんですか。うん、そうですよ。うわ、嬉しい。やらしいこと何もないから。1泊2日でもやらしいこと何もないから。だからこの路線バスで今回はあの旅したいなと思っております。そうそうそう、はい、なんとなく知ってます。あ、そうですか。はい、スタートはここフジテレビ前からですよ。そう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 ね。うん、はい、さあ今回の1泊2日の旅、はい、お台場から最後、はい、国立競技場。国立競技場コンチいらなくないですか。というのも明日国立競技場では大島さんの卒業ライブがあるため、必ず昼までにはゴールしなければならない。あ、多分 3,40 分で行けるんですよ。 3,40 分で行けるんですよ。おそらくね、ハプニングの連続。そこの距離ですか。そんなにないと思いますよ。いや、本家もハプニングだらけでしょ。うん、あ、そう、僕ちょっと私事なんですけども、うん、今妻がですね、お産しております。今お産中。たった今、たった今お産中。僕今ついてた、ずっとついてたんですけど、病院にいたのね、抜けてきたんですよ。うん、あれ、じゃあ、ま、え、どうなってるんですか今。今もしかしたら バスで病院に行くかもしれない。ハプニングですか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってじゃなくて。途中下車しまくりの今夜は AKB 大島優子の卒業旅行がハプニングの連続でとんでもない一泊二日に。果たして国立のライブに間に合うのか。メチャニートには論文厚しとローレが参戦して春に爆笑の嵐が吹き荒れるぞ。めちゃめちゃイケてる。前しか向かねえ、やるしかねえ、この道を行けスペシャル。するといきなりハプニングが来た。え、電話いきなり生まれた。回して、生まれた。あ、お母さんから生まれましたよ。生まれましたよ。人生最高の瞬間を路線バスで迎えた矢部川さん。立ち会えなかったね。動き出して出発するね、旅の途中。あ、8900ぐらい。優子から電話あった。え、電話で喋れんねや。電話するわ。マイク、マイク、マイクあるか。な、無理か。もし、もしもし、生まれた。やったな。ご苦労さん。喋れんねんね。男の子やんな。うん、男の子。ちょっと待って、俺もお前も興奮してる。
ちょっと待って興奮状態ゆうこちょっと待って男の子泣いてる泣いてる赤ちゃんの声赤ちゃん泣いてる泣いてる泣いてるわあ寒いぼご苦労さんはいはいはいよおお聞こえた泣き声聞こえた聞こえた泣き声ごめんありがとうパパ嬉しいですよすごいそうでしょこのバス合間合間で病院に行くからね一泊二日の間に間間で病院に寄るから使わないかもしれないよすごいロケやな旅の始まりは矢部川さんの長男誕生からよかったよね、本当ね早速ね、ハプニングありましたがそうね、ハプニングのスタートーこういう旅を一泊二日でどんどんハプニングが起きるからハッピーなハプニングはもうこれつけないよ、本当に国立までちゃんとやらない、国立までつけないよこういうことなんですね大島さんもいつかはね、結婚して、はい、やっぱ赤ちゃんも産むわけですから、はいしかし今の大島さんには結婚よりも先に叶えたい子供の頃からの夢があったそれはいつか日本を代表する女優になることアイドルグループの一員として秋葉原の小さな劇場で歌い踊る日々を送りながらも胸に抱き続けた女優への夢はこの春 AKB 卒業というきっかけを経てようやく現実のものになろうとしていたそれはもう言ってたもんね、うんうん、はいずっと言ってましたねずっと言ってたし AKB の前はあの子役でそうですねやってましたお芝居やってたからねはい女優さんになるのね明確な目標があるんですって、はいうん、いいことなんだけどこう女優さんになると本当にもう出てもらえないんだよねなかなかねあバラエティー、うん、バラエティーとかやっぱなかなか出てもらえなくなるからいやいやそんなことないですよでこの話 NG あの話 NG っつってお高く泊まったりしないしないですお高く泊まる人いるでしょだって誰ですか誰のことを言うてんのこれできませんあれできませんって言って誰のこといやじゃあだから今までみたいにもしめちゃけ来てくれたらこう何でもやってくれたり、うん、はいもちろんあらやりたいですね嬉しいやんほらやってくれねんて、うん、何でもやってくれるのはい何でも何でもやるのはい何でもやってくれるのはい次は水槽前水槽前でございます水槽前や次大島さん水槽前、うん、じゃあ押すねうん水槽前でおりますはい、おりますよ3人おります嬉しいよはい、水槽前おります何もやってくれるっていい人だ路線バスを途中下車したらもっと行け行け頑張れ行けほらいつの間にか水中にいや泡出てる泡出てるバスを降りた大島さんを待っていたのは前しか向かねえ潜るしかねえお魚とれとれ潜水ゲームなぜかバス停の前に大きな水槽がどうも司会の織本正夫ですそれでは今回のチャレンジャーに登場していただきましょうこの方ですどうぞいやー大島優子さんでございますよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、ルール説明の方。はい、じゃあ本当に私、はい、じゃあおかしくないですか。何がでしょう。路線バスで、はい、なんで途中下車して、はい、こんな目の前に、しかもこれなんで着させられてなきゃいけないの。ね、いやいやいや、やってますよ。これからは女優さんを目指されるということで、うん、そうですね、女優だらしいですね。なんでですか、女優になるためなんで潜るんだっけ。知らないんですか、アマちゃんとか。知ってますよ。そうでしょ。知ってますけど。え、アマちゃんパート2大ヒットドラマですからね、出たくないんですか。朝ドラとかやりたくないんですか。やりたいです。そうでしょ。じゃあルール説明の方なんですけど今回大島さんにチャレンジしてもらうのは過去に多くの芸人たちが潜ってきたお笑い界伝統のゲーム。こっちも空いてる。おい引っかかった。おい引っかかったぞ。いくら本人が何でもやると言ってくれても AKB を卒業して女優になってしまったらこんな企画はきっと事務所 NG のはず。つまり今日がラストチャンスなので。わあいいですね。似合ってますよ水中メガネ。
もう曇っちゃってて、はい、あんまり見えないんです。一回つばポッて吐いてキュキュキュってやらないと。それはできない。あ、できないですか。というわけで改めてルール説明を、はい、上の方からですね、こう潜っていただきまして、ほうほうほう、でくぐってくぐってお魚よと。なるほど。簡単。わかりますか。お魚。私コンサートやるんですよ。はい、コンサート。今卒業旅行の最中ですからね。一旦コンサートのことは忘れて楽しんでください旅行。はい、それでは行きましょう。大島優子さんのチャレンジです。よーいスタート。お、行きましたね。おい。あれどうしました。あれちょっともたついてますね。どうしました大島さん。どうしました。今のところ0点です。キャッチできていませんので。どうしました。全然潜れない。潜れない。全然潜れない。勢いよく行った方がいいんじゃないですか。勢いよく。はい。ズドーンっつって。せーの。はっ。いいぞ。いいぜ。いいぜ。いいぜ。持ってください。頑張れ。頑張れ。行け、ほら。よし。いいよ。よし。泡出てる、泡出てる。泡出てる。そうそうそう。うまい、うまい、うまい、うまい。いいね。うまいよ。いいよ。おっとおっと、なんだなんだ、ケツが上がるな。おっと取れ取れ。お魚まであと1メートル。魚を取れ。尻尾が見えてる。急げ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 。どうしました。大島さん、説明お願いします。まあ、息が続かないでしょうね。ちょっともう尻尾が近いところまで行ってましたけどね、今、うん、吸いすぎて潜るより普通の方がいいと思います。そうです。肺にあんまりこう空気が溜まっていると潜れないんですよ、うん、あ、そっか、浮いちゃう。逆に空気吐いていくと沈んでいきますから。その代わり苦しいですけどね。どっち取ればいいか。あんまり吸い込むと浮いちゃいます。いいですね。スタートいいです。はい、はい、いいね。ちょっと容量を覚えて、はい、ここいいですよ。うまいうまい、あ、うまいうまいうまい。はい、魚、こっからだ。グイッと行こう。よし、あ、捕まえれる。捕まえれる、捕まえれる。よし、取れた、取れた、取れた、うまい。戻れ、戻れ。よしよしよし、いいぞ。あ、もう上上、戻れ戻れ。頑張れ。捕まえない、捕まえない。いけんのか。よし、はさがってる、はさがってる。頑張れ。いけるいける。よしよっしゃよっしゃ。サンキュー。見事女優魂でお魚ゲット。ちょうど中盤付近危なかったですね。大島さん危なかった。ちょっと浮いちゃいましたからね。この魚も空気含んでて、はい、なるほど。そうですか。あ、おしっこ出ちゃってますね。今はね、だいぶ水分含んでるね。続いてセカンドチャレンジへ。こちらのウニでございます。立派なウニ。はい、これはですね、16ポンドのウニでございます。重いじゃないですか。結構どうぞ。さあ、来ました。ここはもう問題ないでしょう。あ、当たった当たった。事故です。事故がありました。今ちょっと事故がありましたね。接触が、ワン接触がありましたですけども、ちょっと抱えて、はい、そうですね。あ、もう水中で生活してる人みたいな、はい、慣れたもんや。そうですね。うん、何でしょう。海底に立ちましたよ。いいですね。はい、おいおいおい、何でしょう。そうそうそう、うん、あ、うまいな。いいですね。の、あ、乗り越えていく作戦ですね。乗り越えよう作戦。あ、座りましたね。座りましたね。ちょっとちょっと休憩。ちょっと休憩ですね。器用な子やな、はい、あ、挟まった。いいですね。あら、あ、どうしました。息が持たない。おっと、いや、今これ、いや、もったいない。こっち側に落ちたら次楽やったんですけどね。いや、大島さん、説明してください。どうしました。惜しかったのに。重いですよ。重いですか。あの、途中で一回座られましたよね、なんか、はい、休んだんです。休んだんですね。息が持たなかったということですね。なるほど。大島さんの女優魂をもってしても、さすがに7キロのウニは無理か。
ちょっと疲れましたか。疲れるよね。疲れましたね。疲れましたか。おそらくこういうこともあろうかと、うん、今日はですね応援ゲストの方に来て。あら、はい、はい、この方です、どうぞ。ねえ君はもうアイドルじゃない、アイドルより余裕な人、心どこかで来てくれた。自慢のプロペラダンスでお茶の間を爆笑させた偽剛力彩芽さんが大島さんのためにわざわざ駆けつけてくれた。大島さんに笑顔が戻った。いいね、いいね、ありがとうございました。ありがとうございました。やったね、剛力彩芽さんでした。ありがとうございました。戻や戻。どうでしたか、元気もらいましたね。はい、なんか踊らされましたけど、なんか元気出たか気がするね。元気出ましたね。 OK、 じゃあ次のチャレンジ行きましょう。頑張って。すごい、スタンバイ。関係じゃないじゃないですか。全然。続いてゲットするのはカニでございます。大きいカニやね。何キロのカニですか。何キロのカニですか。15キロカニです。さあ、それでは大島さんお願いします。どうぞ。いますね、一番奥にカニがいますから。でっかいですよ。はい、これが一回頭に立ちましたね。これは重いですよ、15キロありますから。ここまで慣れたもんや、はい、あれ、これはちょっと大島さんの上がらない体重ではちょっと難しいでしょうか。無理なのか。無理なんでしょうか。あー、ゲスト、あの打ちました。あの打ちました。あの打ちましたね。大変です、急いで。あご勇しましたか。あご勇しましたね。どうしました。ベロ噛んじゃった。ベロ噛んでしまった。ベロを噛んでしまったんですね。重いからね、カニが。無理ですか。ちょっと重いっすね。重い。難しい。こんな時のためになんと大島さん喜んでください。応援ゲストの方に来ていただいております。この方です、どうぞ。あら、ねえ君はもう愛だ。後ろから来た。うわ、こんな近くで。が、その時偽剛力さんの身に一体何が。応援ゲストの方に来ていただいております。この方です、どうぞ。あら、ねえ君はもう後ろから来た。うわ、こんな近くで。すごいやん。止めろ、音止めろ。大丈夫、音止めろ、音止めろ。すごいやん。止めろ、音止めろ。大丈夫、音止めろ。峰井さん何してんすか。峰井さん何してんすか。大島さんのコーナーなのに全部持ってった偽剛力さん。大体わかるでしょ。真ん中の真ん中のこの天板が抜けてしまいまして、ちょっとね、ハプニング。はい、すいません。大ハプニングです。大ハプニングです。こんなハプニングあるんでしょうか。応援ゲストの剛力彩芽さんでした。ありがとうございました。いや、ねこれもうあれ以上ないわ、うん、もう終わりでいいんじゃない。ある意味元気と笑顔を偽剛力さんからもらい、これで晴れて潜水ゲームも卒業。再びゴールの国立競技場を目指して路線バスへ。
いや、やっぱ大島さんすごいよね、うん、女優魂っていうのをすごい感じました。だったら私違うコーナーのめちゃイケの違うコーナーを出させていただきたいです。違うコーナー、そうなの、違うコーナー出たコーナーとかあった？あります。高橋ね、あれ人気あるもん、女の子ちびっこに。そうかい、うん、高橋、はい、来るかもしんないよ。え、来るかもしんないよ。それ頑張る。残念。ないね。バス停ないね。いや待ったけどね。待ったけどね。ギリギリまで待ったけどないね。待ったけどね。しかし。ああもう舞台上がってもてるやん高橋。大島さんの夢が叶った高橋氏登場はなぜか卒業ライブで。While headed to the Kokuritsu Kyogijo on a local bus, it's now time for the trains trained by Akashiya-sama. The Wilson family has already come to the Metro Ginton town while the cherry blossoms are in full bloom. さあみんな、メチャギントンの時間だよ。中にいるじゃない。ウィルソンジュニア。名前は名前。やべりょ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 。覚えやすいですよ。やべりょ。やべりょ。マシリュウみたいな感じ。やべりょ。そうそう。やべりょって下がらないの。やべりょ。やべりょ。そうそう。上がってくる。上がってくる。やべりょ。どうしよう。やべりょ。やべりょ。やべりょ。それはやべりょうやろ。やべりょう。やべりょうや。やべりょう。将来は漁師さんにしたい。違う。将来も好きなようになってほしいけど。お、お。はい。お来た来た来た。おお。クイズ三人団結せよ初。アツシとローラが到着だよ。アツシとローラが MC を務める毎週日曜夜8時のクイズサーティーは30人の芸能人に試される団結力がテーマ。もちろんローラはバラエティーの MC 初挑戦。誰かが一人負けるとすっごいプレッシャーに追いかかるの。追いかかるね。全員に迷惑かかるから。そう、だから私は絶対演者側になりたくないと思ってるの。演者側ね、みんな演者だけど演者だから制作に入ろうとしてる。ローラはこのコーナー知ってる？さっきなんか確認しなきゃと思って YouTube で見たらすごい楽しくて、ずっとやってた。こうやってやってた。そう。楽しいねんけど失敗したらあれよ、大変よちょっと。あ、罰ゲーム？そう。うん、女の子多分初めてやねんゲストで。うん、あ、そうなんだ。そう、挑戦されるよ。うん。もめっちゃされるから。どんな感じ？あのお尻にバーンって指入れられるし。やめてくださいよ、ほらには。ほらみんなやられてるから。やめてください、それは。やりたくない、やだ。やだ。じゃあできないよ、じゃあミスしたら。この人にやる。この人って。すげえ食べあるじゃん。この人でいい？名前覚えたでしょ。りょうくん、りょうくん。りょうくんじゃねえし、俺。りょうくんはやめるんですよ。ややこしい。こっちもりょうや。大丈夫。りょうくんは俺の相方だし、矢部さんの息子さん。そうそう。それがりょうや。ややこしい。まあでもよくつけましたね、その名前。うん。どういうことなの？僕が絶対つけない名前をつけたんでびっくりしたんですよ。そうか、わかるよ。俺も絶対たかしはないわけ。いや、そうなんですけど、でもよりによって量を選ぶか。だからお前の結婚したろ、子供生まれたらたかしってつける。嫌ですよ。嫌だもん、たかし。古臭い名前嫌です、僕。古臭いって言うな。古臭いな。古臭いですよ。40何年ずっとやってて、これからもたかしやね、俺は。
さあそれでは敦君、はい、大丈夫ですか初めて。岡村さんがまたこう言いやすいのをちゃんと言ってくれるかどうかがね、いやもうとりあえず意地悪するでしょ。いや意地悪そりゃするよ、だってもういやもう宣言されちゃったもうそりゃもう俺もうヤバか見たいだけやもんそりゃ見たいヤバ見たいヤバ見たいだけやんな。みたいピート頼むよ、必死で答えます。ピート次第だよ。おーもう、うん、さあそしてローラ、うん、大丈夫ゲーム大丈夫、もうね全部把握した。うん、犬ワンワンワン。おいおいおい、ここからのめちゃイケスペシャルは、昨日まで世界になかったものを朝日課生と犬以外で試してあげて、犬以外でご覧のスポンサーの提供でお送りします。犬絶対来ないからね。でも大丈夫大丈夫ね、うん、じゃあみんな行くぜ。俺たち電車はガタンゴトン、めちゃギントンでガタンゴトン、レッツライド、レッツライド。赤ちゃん、おぎゃおぎゃおぎゃ、おぎゃおぎゃおぎゃ、めーちゃぎんとん、猫、にゃー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 、めーちゃぎんとん、桜吹雪、ひらひらひら、ひらひらひら、めーちゃぎんとん、てっちり、ぐつぐつげつ、ぐつぐつげつ、めーちゃぎんとん、花粉症、むず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 、めーちゃぎんとん、小学1年生、ピカピカピカ、ピカピカピカ、めーちゃぎんとん、踏切、カンカンカン、カンカンカン、めーちゃぎんとん、パプコーン、パチ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 、めーちゃぎんとん、江戸っ子、チャキチャキチャキ、まあ、チャキチャキチャキ、まあ、うまい、めーちゃぎんとん、タケノコ、ニョキ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 、めーちゃぎんとん、出産、ヒーヒーフーヒーヒーフー、めーちゃぎんとん、猫、ニャー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 、めーちゃぎんとん、雑巾、キュッ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 、めーちゃぎんとん、さかなクン、えっ、いや、じゃあ、じゃあ、じめっちゃ押し付けてくるやつやったあれ呪文のように唱えてんすよ。なんて？なんて言うてる？ローラがいいよってまあな、まあ、ローラがいいよ、ローラがいいよ、ローラがいいよ、ちょっとちょっと、あれ、え、もうヤバカ来た、来たヤバカ、えー、やっとヤバカ取ってきたんだよ、こういって、え、1回目から出た、そうね、ヤバかって、あと1個あるっていうことよ。マジで5回行きたいぐらいだけどね。ちょっと行っちゃったよ、とりあえず1人で行きましょう、1人で、ずえヤバか、どっからなんだよこれ誰が知ってんだよこの情報、どういうやつ、何、うう、いや、このゲロったやつが気になるんだよ俺まずゲロってない、ゲロってない、ゲロってないよ誰も、あれだろ、限られるやろ、山に住んでるやつだろ、あの山の山から聞いてんだろ、あの山に今山から聞いてない、山の人はもう一生懸命やってるだけだから、お山の人しか知らねえもんだって、知らない、そんな一生懸命仕事してるよ、山の人は一生懸命やってるだけ、そうそうそう、コンタクトゼロ、いやー久々見たわこの顔、見て見て見ていいですか、仲間だから見ていい、ローラはだってまだ俺のイメージさ、そんなイメージないでしょ、でも大丈夫だよ、もういろいろ聞いてるもん誰にだ、あのいろんな人、アツシちゃん、この人と付き合ってたんだよとか俺らはいいだろ、
仲間やないか。見せてください。ダンケツだよ。めちゃイケが俺の仲間になってくれるときここだけなんですよ。この絶対な。応援してるよ。応援してるよ。いいとは言えないんで、なんか強引に見る感じ。どうらいがい紹介をした。ガッツリと知りたい。何でチンコ触ってるの？すごい。ローマ。誰だと思う？相手。相手誰だ？そんなの聞く必要ないでしょうよ。予想。藤原紀香さん。言うてもいい？ダメ！言うたれ言うたれ。行きます。オッケー。レッツライド！レッツライド！めーちゃ銀トン。ガム。くちゃくちゃくちゃ。くちゃくちゃくちゃ。めーちゃ銀トン。桜吹雪。ひらひらひら。ひらひらひら。めーちゃ銀トン。ブール。スイスイスイ。ザブン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 トイレジャー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 メージャーイントンチャイムカン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 メージャーイントンおかしいチャイムは違う違う違うお前違う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 ピンポンパンポンピンポンパンポン違う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 そんな尺入らへんもん。キンコンカンコンキンコンカンコンって入るか尺に。キンコンカンでもええねん。鍋際でキンコンカンキンコンカン入るわ。入った入ったよ。入ったな。イエーイ。優しいのかな。子供は大丈夫だったよ。子供、りょう、守ってあるよ。りょう。よかった。よかった。よかった。危ない子がやった。大丈夫か。人でよかったな。めっちゃ優しかった。分別があるね。りょう大丈夫か。投げられるボタンは。りょう。何このコント。何これ。何これ。何これ。幅が広がる。わかりました。やばか。行こう次ヤバカ行こう。これ俺の名前ヤバカになってヤバカやりましょうヤバカやりましょう。俺の名前ヤバカになってヤバカ頑張るわな。それでは行きます。レッツライドレッツライドめーちゃ銀トンマナーモードめーちゃ銀トンマナーモードめーちゃ銀トンダルメシアンワ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 ンめーちゃ銀トンマナーモードめーちゃ銀トンさかなクンギョ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 めーちゃ銀トン上島竜兵くるりんぱくるりんぱめーちゃ銀トンさかなクンギョ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 めーちゃ銀トンバサ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 めーちゃ銀トンホリンワンピューカランカランピューカランカランめーちゃ銀トンホリンワンピューカランピューカランめーちゃ銀トンホラガイボーボーめーちゃ銀トンホラガイホーボーめーちゃ銀トンホラガイボホーボホーめーちゃ銀トン北斗の拳あちゃった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 
言ったでしょ、リズム悪いの。何言った、当たった、当たった、いやいや、いい話だけど、当たった、当たった、あちゃ、当たった、あちゃ、当たった、2回目は、2回目、当たった、当たった、言ったでしょ、2回目、当たった、当たった、だって、当たった、当たった、当たった、するよ。笑ってた、笑ってた、笑ってたよ、楽しかった、いやいや楽しくないですけど、大爆笑やったで、みんなが一丸となって、さっきのヤバか誰かさっきのヤバか誰だよって聞かれてたんだ、教える、教えろよそれはみんな気になる、みんなニヤニヤしてた、だからヤバか先に出すこんな感じになるんですよあいつら、おお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 おいおい、ヤバカがやった、ヤバカがヤバいよ、行きましょう、行きましょう、行きましょう、あのここでもぜーぜー言ってるのにまた向こう行ける感じじゃないですよ、行ってください、行ってください、アツシがやってきたことや、早く見て、早く見て、よく知ってんなおい、知らねえんだよ、いやいや、何もしてないよ、これはダメよ、これは本当にダメよ、あずしはなんで大山の大将に言うのいや、そこやねん、あの人めっちゃしつこく聞いてくるんですよ一緒や、俺らと一緒やちょっと あんまりにもなんで、こう見てる間クイズサーティの番宣流してもらっていいですか、いいよ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 、割に合わねえわ、なんかこんなに出てくれよ、いいよ、やったぜ先輩でよかった、ヘルメットをどけて、ローラちょっとローラ見ててローラ見ない方がいい、そうだよね、楽しめないもんね、ローラは、でもローラ本当に見ない方がいい、本当仕事しない、俺らも判断するわ、俺らが判断する、見て、もし見てもよかったら見てもいいよって、ローラ言う、ローラゴーっつうよ、待って、いきますよ、はい、ちょっとフィート見え、竹城亜紀さん。竹城亜紀ってなんだ、めっちゃすげえボケだな。竹城亜紀。心強いけど。なんかもうあれだ、やる気なくなってきたな。やる気なくなってきた。ちょっと一回座ろうかな、なんか。なんか座ろうぜ。何？どうやったの？お前芸能界楽しんでんな。はい、場所どこ、バー、そんなバーがあんねやろ、なんかよく芸能人に会う交差点があるんですよ、どこだね、そんな交差点、嘘つけやろ、聞いたことない、なんで外じゃないねん、外で教えてくれよ、その交差点、俺ずっと立ってるわ、いや、あそこの交差点行ったら俺絶対に1日立ってたら 2,3 人会うと思いますよ、そんな交差点があんの、中目の山手通りありますよね、おうおう、何を教えて、高架、高架、あの恵比寿から来る道あれ何でしたっけ、駒沢通り、駒沢通り、あれがぶつかったとこです、しょっちゅういますよ、俺しょっちゅういますよ、だからいるんですよ、ジンギスキューの時必ず通りますよ、会ったことねえや、とどまってないですよ、でも俺一人だけ会ったことあるんだよ、誰、小島よしおだぞ、小島よしおだけで、来るけど分かった、だから会うんですよ、すごいの聞いたわ、いやはい、やろう、まだやる、まだやる、やりたい、やろう、矢部さん
まだやります。レッツライド、レッツライド。めっちゃ銀トン包帯くる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 。めっちゃ銀トン犬ワン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 。めっちゃ銀トン勉強よし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 。説明して。そう、採点の方ちゃん。どういうこと？よし、できた、できた。よし、できた、できた。言うね。言うね。言う、言う、言う。よし、できた。よし、できたでしょ。喋ってるよ、それは。擬音してないでしょ。擬音じゃないですよ、擬音。アウトだよ。そんな。アウトじゃない、アウトじゃない。アウトだよ、お前アウトだよ。アウトじゃない。あなたアウトだよ。ローラアウトでしょ。そんな気がしてきたよ。ダメ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 。そんな気がしたらダメだよ。死ぬ間際笑うんだって。そっちのやつ。俺が車内で笑ったらそういうことだから。増えてる。いつの間に増えてないし。こっち。あっし。うわ来た。あっち。三つ目。ちょっとローラー。見つけちゃったよ。次こそ見なくちゃ。見なくちゃ。見なくちゃ。まずあなたの口から出る言葉はごめんなさいなんだよ。俺に対して。見なくちゃ見なくちゃ。いやいけない。いや矢野さんあれよりでけえのはもう。足に痛い。ボールボールがボールが前に。供養しろ供養。いやこれはないわ。これはない。これはない。ないてるどっち？ガセ。ガセ。ただ分かんない空白の時間があるんですけど。なんだそれ。何何教えて。酔ってた。酔っ払ってまして、送ったんですその方を。で俺も酔っ払ってたんで後輩に運転を頼んで送ったんです。で送ったけど家まで。たどり着けないから家まで送ってくれって言われたらしくて家まで行ったんです僕、送って、で、後輩は下で待ってたんですよ、30分ぐらい送ってるだけなのに30分かかったと、淳さん何してたんですか、もしかしてそういう不死だらな行為をしてたんじゃないですかって言われて、いやそれはないわって言ったんです。でも記憶がないから 100% は言い切れないっていう。見せてくれ。いやこれはもうどうぞどうぞ。何ですか。すげえわ。これは大丈夫。いやもうすごいわ。これはダメだよ。すごいわ。すごいわ。クワがあるんだろ。あるんだろ。でもその話したらうちのことやんって思ってんすよ。うちのこと。お母さん、足柄は今日も富士山がよく見えるいい天気です。ここに来て半年、寂しいことも辛いこともあったけど、今は一緒に働いてくれる仲間ができました。背景この手紙。いらっしゃいませ。バイトリーダーの足柄2時50分でございます。お買い上げの商品は岡ザイル T シャツ1点、オカジョ赤 DVD1 点、
それとめちゃイケクランチチョコレート1点でございますね。あ、それとお客さん、ちょうどよかった、今日このクイックジャパンめちゃイケ特集が発売になってますけどどうですか。ありがとうございます。それでは4点で、あ、消費税が 8% になりましたんで9344円ですね。あ、ちょうどですね。ありがとうございました。すみません、ガシアさん、なんか思ってたのと違うんですけど。いや、結構うまくできたと思うんだけど。バイトリーダーとして働いてほしいってお願いしましたけど、お願いしましたけど、声が詰まってるんですよ。何が言いたいのか分かんないの。あんまり声張れよ。何言ってんのか全然分かんないよ。びっくりしてですね。びっくりしてつまんないすぎた。つまんないって言うなよ。カンペめっちゃ見てましたよ。誰なんだよ。つまんないんだよお前。お客さんもいる。冗談じゃねえよ。お母さんいるなんかどうだって。お母さん、やっぱり足柄に江頭は合わないのでしょうか。お前のせいで大体こうなったんだよ俺。そして AKB を卒業する大島さんのアイドル初女優行きローカル路線バスの旅では、ほらドラマもいろいろ出てるやんか。もう出てるでしょ。はい、はい、そうですね。ほら安藤ロイド。安藤ロイド。はい。安藤ロイドね。安藤ロイド。うん。あ、すごいよ。木村さんの妹役。妹役でな。どうだったのキムキムニーヤンは。目の前で。キムキムニーヤン。木村雄一さんじゃないよ。木村拓哉さん。拓哉さんどこだったの？木村拓哉さん。ロボットでしょだってね、あれ。人間じゃないからね。ロボットなんだから。木村さんがやってるの見て本当に難しそうだなと思いましたし、うん、いやこれなかなかできないなと思いました。うん、でもやってみたい。もし来たらよ、もし来たらの話でパート2。はい、もしアンドロイドの作品ね、うん、もし来たとしたらやってみたい。いやだから、うん、アンドロイドやってみたい。うんうん、アンドロイドの作品ね、もし来るんであればやってみたい。だからアンドロイドになってみたいって。アンドロイドになってみたい。これね、大島さんのいいところは素直なところや、うん。どうはやっぱ素敵やと思う。うん。うん、アンドロイド？うん。やってみたいですね。やってみたい。あら。次は最新型アンドロイド。最新型アンドロイドでございます。最新型アンドロイド。おります。3名おります。いや、アンドロイド以上にあんな最新型ないです。最新型アンドロイドの役作りを学ぶため、大島さんが連れてこられたのは。うん、どうぞこっち。あ、どうぞ。はい、ここ。はい、何この赤い幕。はいはいはい。さっき言ったよね、アンドロイドになりたいって言ってね、言いましたけど、素直やからね、大島さん。それでは見ていただきましょう、この方々です、どうぞ。2014年の最新型アンドロイドとは。ドラマ「アンドロイド2」に向けてアンドロイドの役作りを学びたい大島さんは、それでは見ていただきましょう、この方々です、どうぞ。ねえ、いいじゃないの、いいじゃないの。いいの？ダメよ、ダメダメ。どうして愛してるよ、だからさね、いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。そんなこと言わないでさ、僕はね、あけみちゃんと出会って人生が変わったんだよ。こんな年寄りにあけみちゃんはもう一度会話する喜びを教えてくれたんだよ、だからさ、いいじゃないの。
ダメよ、ダメダメ。どうして？あ、そうだ、あけみちゃん、温泉は好き？僕のふるさとの湯布院っていうところの山奥にとっても素敵な温泉宿があるんだけれど、今度一緒に行かない？ダメよ、ダメダメ。完成度上がってるな。そんなこと言わないでさ、僕はね、飛行機が苦手だから、フェリーのチケットもう取ってあるんだ。ダメよ、ダメダメ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 。もしもし、私小平市の細貝注文ですが、先日お宅で購入したおしゃべりワイフシリーズの未亡人あけみちゃんさんこっちやつね。これどうやらの壊れとるようなんです。怖い、怖いね。そうなんです。ですからね、カタログナンバー8番の仮出所妻さゆりちゃんちのと交換していただけないでしょうか。ダメよ、ダメダメ。あー、ゾッとした。怖い、怖いね。ね、大島さん、じゃあ準備して。え、何の準備ですか？アンドロイドの。どっちやるんですか？何が？どっち準備って？どっちって、ちょっと開けてみて。やだ、無理。ダメだ、もう。ダメだ、ね、ね、はい、閉めて、ほら。大島さん、どっちやるってもう決まってるでしょ。見たら分かりますよね。こっちは普通のおじさんやから。そうか、おじさん。え、この何ですか、これ？だから、おしゃべりワイフ、ゆうこちゃんに。なんでよ、やだよ。おしゃべりワイフ、ゆうこちゃんに。やだ、なりたいって言ったでしょ、だって。2014年春、現時点でお笑い界最新型のアンドロイド、おしゃべりワイフシリーズを見事に演じきれば、再び TBS のドラマ班から声がかかること間違いないのだ。さあ、それではね、準備ができたみたいなんでね、はい、日本エレキテル連合48の皆さんです、どうぞ。うわうわいいじゃないの、いいじゃいないの。いいの？ダメよ、ダメダメ。怖っ、出た、じゃあさ、ゆうこちゃん、いいじゃないの。いいの？ダメよ、ダメダメ。いいね、綺麗な声。そんなこと言わないでさ、僕はね、ゆうこちゃんのことを考えるとドキドキして、3日、いや4日、いや5日、眠れなくなっちゃうんだよ。だからさ、いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。住んでるね、声が住んでる。最新型やね。こっちちょっと古い。だからさ、いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。もうどうして。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。どうしてね。3人でさ、もう仲良くしたらいいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。ダメよ、ダメダメ。あれ、ダメよ、ダブルで壊れた。ダメダメ。あれ、ダメよ。出ません、出ません。もしもし、あのお宅で購入したおしゃべりワイフシリーズの未亡人あけみちゃんさんごっちゅうのと、甘えん坊ヘビロテゆうこちゃんにごっちゅうさんですが、これどうやらの壊れとるようなんですね。うわぁ、危ないよ。大島さん、ダメだ。どうなる、ゆうこちゃん2号。これどうやらの壊れとるようなんですね。うわぁ、危ない、危ないよ。大島さん、ダメだ。それはダメだ。壊れてるんです、あの、ですからですね。
あの甘えん坊、ね、リノちゃん450のと交換していただけないでしょうか。ダメよダメダメすごいすごい、お疲れ様でした。うわ大島さん、大島さんそのメイクでも照れたら分かるな。ちょっとね、照れたらやっぱりそんだけ白くても分かるわ。よかったんですけど、うん、よかったよね、うん、どこかやっぱアイドルが抜けてない、うん、あ、そう焦った。いやいやいや、そんなことない。照れてる、照れがあった。可愛さを残してる。可愛さ残してる、ちょっと。あ、そうなんや。嘘、そんなことないですよ。あの、可愛い、すげえな顔え、ちょっとでかさがさ、でかさが全然ちゃう。いや、空気をパンパンに入れてあるんだよ。あ、入れてある。そうなの。同じ女性やもんな。可愛すぎて、もうもっとこう、だこう。あ、まだダメだ。めっちゃ怖いね。大島さんもめっちゃ怖いよ。はい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 。はいはい。大島さん。はいはいはい、ストップ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 あ、そうか、えらいアップでこれ。いや、わかりました。あかん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 やめとけやめとけやめとけ、危ない危ない、待て、危ない危ない、ちびっこがちびっこが危ない危ない、やめとけやめとけやめとけ、危ない、危ない、やめとけやめとけ、手をつけるな、手を手をつけ、手がこうしてる、手がかわいい、変更時止めて、はい、大島さん、抵抗はダメ。後輩ですと、あんまやこれで将来、アンドロイドの役が来ても完璧にこなせるスキルを身につけて日本エレクテル連合に別れを告げ、再び路線バスの旅へ。やっぱ夜見ると怖いよね。さらに、ね、ごめんね、時間なくてこう着替えれなくて。そう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 、いや着替えさせてくださいよね、本当はね、少しだけでも。でも一泊二日しかないからね、着替えてる時間がないからね、もう。そんなに急いでるんですか。急いでる、ほら、もうスピードでしょ、もうスピード、全然遅いじゃないですか。スピードで走ってるから。いや、これこれ最高よ、このバス。そうそうそう。すると突然お母さんが、そらそうとさ、お腹減らない。そんな時間やね、お腹減ったでしょ。なんかあるんですか。あそこなんかお店あるわ。え、でもでしょ、ダメです、急いでるから。ちょ、クレープ買いましょう、そしたら。いやいやいや、私のメイク落とす時間なかったとか、クレープ買う時間なんてないです。いや、だってお腹空いちゃうと技術さんとかも荒くなっちゃうから。飯食わさないともう荒くなっちゃう。いやいや、じゃあついてからに、動画飛び立っちゃうから、ついてから食べましょうよ。入れないとね。どうする、誰行く、一番下誰、一番下誰。一番下でしょ、一番下でしょ。何歳。25です。この世界入っても、ま、だって春山テレなんかずっといるからね。ずっとやってるから。ちょっとじゃあ、ちょっと待って、この学校はやだ。だ、時間ないもん、時間ないんだもん。この学校やですよ。時間ないでしょ。マジで。じゃああれ、あの大島のセンスで。何それ。センスでクレープ、お任せクレープ。というわけで、大島さんが女優になって偉くなっちゃう前に、本日のスタッフ12人分のクレープを停車時間の間に急いで買い出し。結構人多いです。そうね、そうね。ゆうこちゃん2号のまま恐る恐る人混みに近づいていく。これ大丈夫、私卒業してからの進路とか。びっくりした、びっくりした、びっくりさせてあかんよ。するとあっという間に写真を撮る一般の方々に囲まれてしまったゆうこちゃん2号。写メはダメよ、ダメダメでしょ。あ、ダメよ、ダメダメ。写メはダメよ、ダメダメ。
そうよそうよ、いいよいいよ、うん、ダメなんだから本当に。その時ゆうこちゃん2号が何かに気づいた。あれあれあれ、その視線の先にはあれ、あ来た来た来た、よりによって一番会いたくないやつに見つかってしまった。フラット工場プライベートやな、偶然。ちょっと待って、笑ったやっぱり笑う男。めっちゃイケロケの時笑う男がゆうこちゃん2号に近づく。ちょっとやめてください。ちょっと。マネージャーがいないのをいいことに至近距離で写真を撮りまくる笑う男。やめてください。ひどい。ダメよ、ダメダメ。そう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 。写メはダメなんですよ。食べるとこ。食べるとこ。食べるとこ撮られた。盛り上がってるね、盛り上がってるね、おい、一言も喋らずしてこの盛り上げ方、盛り上がってるね、おい、誰に送んねん。何やってて、やめてください、ちょっと。するとバスの中でカメラマンチリチリチリンって歌、辻亀の辻亀の携帯チリチリチリンって送られたから、よう辻亀送ってくれるからな。来た来た来た、あ来た来た、最高。見事やな。あら、あ何してんねん、それあかんねん、おいおい、トロフィーみたいに。卒業おめでとう。こうしてやりたい放題やった笑う男はどんどん来た、あバイバイって、それだけ、あもう帰りよった。ほんま自由やな、やっぱオフやから、プライベートや、あれあれ、うわ何やってんの、かわいいちゃう、かわいい笑われてる、バカ二人何やってるんですか。さらなる地獄が始まった。バカ二人何やってるんですか。日本一のバカップルに笑われるゆうこちゃん2号。めっちゃバカされてる。オルじゃない、オルって関西人じゃないじゃん。携帯出した。何やってんの、かわい。何撮ってんだよ。何撮って。バカ二人にバカにされる。これマジでかわいの携帯じゃん。秋葉さん。秋葉さん。秋葉さん。マジ秋葉さんが撮ってる。一番見られたくない人に送信。秋葉先生の送ったの。すると今度は笑う男が川栄の靴を指さして、ちょっとまさか一言も喋るんだよ。なかなかの足草女でしたよね。はっ、意味わかんない、ニュースで笑ってる、笑ったイコール臭いっていうことやな。ダメよ、ダメダメ、うわうわ、やだ。クレープの匂いで、やだ、クソ、コーヒーの臭いだよ、コーヒーの臭いだよ、本当に臭い。卒業し女優になったらここまで人に笑われることもなくなるだろうとバカップルの相手をしているうちに、とっくにバスの停車時間は過ぎてしまい、先行ってるか、ちょっと行こう、先行ってるか、ちょっと待って、 AKB1 足の速い大島さんなら次のバス停くらい楽勝なはず。ゴー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 、ダメよ、ダメダメ、ちょっと待って。めちゃ日本女子プロレスの赤 DVD を一足先に購入した西さんへの出題です。2003年三浦大島ペア VS 恵根本ペア戦で戦っているうちにポロリしてしまった大島に対してどう対処したでしょう。ポロッと出てしまいました、それをおっとポロリと聞くだけで表情変わりましたね。西の子のエロスが今
ポロリした瞬間でしたけども、はい、さあそれでは西さんの答え見てみましょう、こちら。いや、なんでなんでやな、いや、そうやったらもうあれやんか、めちゃけ途中で終わっても出るやんDVD にもなれへんがな。おお、いやいや、払い払い、お腹の上に思いっきりのっかっている、これはすごいストッピングだ、痛めつけております、たまりません。あのことやってんだ、こっちは。さあ、戦う人妻、大島のもう反撃ですが、いや、どうです、どうしたんでしょうか、どうしたんでしょうか。おっと、カメラマンのファインプレー、だからよ、このまま見てたから、はい、土曜8時だから出てる、お笑い番組、でその胸ポロリしてしまったのを隠した、隠した、はい、何で、そう、何で隠したんでしょう、どうやって隠したんでしょう。はい、さあそれでは西さんの答え見てみましょう、こちら。やったじゃん。やったじゃん、やったじゃん、見てんじゃん。西さん、なんで、なんで分かったの。いろいろ考えまして。いや、いろいろ考えた、そのいろいろをちょっと、いろいろのうちの一つを教えてほしいなと思って。バスをいくつも乗り継いで気がつけば町からもかなり離れてしまい、こんな経験、こんな卒業旅行は二度とないですね、うん、そう、いろんな経験しないと本当寺島しのぶみたいな演技できないよ。演技派、うん、必要とあらば脱ぐっていう、ね、そう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 、あのスタイル、うん、次は緑山スタジオ、緑山スタジオ終点です。緑山スタジオ終点、終点、終点やって、あら、あ、緑山や、終点やから降りな、緑山スタジオは降りないですよ、終点でしょ、でも終点やねんて。うん、これじゃつかないよ、国立つかないよ、全然遠いよ、どうしよう、あ、じゃあこうしよう、うん、タクシー使おうか。タクシー、それしかないよね、タクシー使っていいんですか、うん、身も蓋もない提案だが、あの本家の方もタクシー使うのダメになったら、路線バスだからどうしても行けない時あんの、そうなんですか、そうなの、その時にタクシー使ってもいいルールになってる、そうなの、は大丈夫やね、確かに本家の路線バスの旅でも行き詰まった時にタクシーを使うケースがあるが、このままゴールの国立競技場まで行ってしまうのはルール違反、あくまでも今夜泊まるホテルまでの移動手段なのだ。そうだ、卒業公演やんか今回、迫ってきたね、はい、もうね、いよいよ、これでもね、大島さん、女優はほら AKB やっててもできるっちゃできるやんか、あ、やってきたし、そうですね、お芝居な、はい、AKB の絶対的エースとして人気が高まるにつれ、昔からの夢だった女優の仕事もどんどん増えたこの数年間、傍から見ればとても恵まれた芸能人生だが、今の自分は本当に夢を叶えているのか。その時彼女はある人から言われた言葉を思い出したという。で、秋元さんが前に、うん、苦しい道と楽な道があったとしたら苦しい道を選べって言われたんですね。今まで AKB という巨大な看板に守られてきた彼女にとって、一人で女優として勝負する道はまさに苦しい道が、その道の先にこそ彼女が思い描いた本当の夢が待っているのだ。やっぱり、いや、弱い人は楽な道選びたいですよ。そんな選んでしまう、苦しい道選んでるじゃないですか、お二人だって。いや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 、人を笑わせるってすごい大変ですよね。私一番できないと思います。いや、そんなことないよ、そんなことないよ、もうヘラヘラしてるだけだもん。するとドライバーさんが、すいません、お客さん、この先、はい、楽な道と苦しい道ありますが、どちらにしますか。え、お、ん、あ、そうですか、何ですか、ドライバーさん、誰ドライバーさんですよ、ドライバーさん、うん、はい、覚悟決めたんでしょ。いや、まあそうですけど、秋元さん、楽な道選べって言った。いや、苦しい道選べね、うん、ドライバーさん、はい、苦しい道だそうです。了解しました、言いました。こちらの方をつけてもらって、あ、メット、はい、え、ヘルメット、はメットじゃないですよ、普通に受け入れられないんですけど。あ、それ3つあるんですか、はい、あ、苦しい道ですもんね。まいったな、俺らもそれなりの覚悟いるな、こりゃ。やばい、危な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 い、危
苦しすぎる道で大島優子が泣く。楽な道より苦しい道を選んだ大島さんとそれに付き合うおっさん2人。ここまでのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。危ない。ここからさらに苦しい道が。熱いよ。いいですか、行きます。苦しい道やったな。大島さん浮かんでるね。爆発しますよ。早く出ないと。大島早く爆発するぞ。お前こんなもん爆発するぞ。お前逃げろ。大島さん逃げろ。いや苦しい道やったな。なあ大島さん大丈夫？びっくりした。びっくりしたな。でも初めてやな、あのドライバーさんが、うん、ジャンプ台の前に行きますよ。行きますっていう。最終確認、うん。普通さ、コメディアンだけやとさ、何にも言わないでやんのよ。ガーンって行くねんな。でも大島さん行くから、うん、一回後ろ見て行きます。俺らもその時ふんっつって。大島さんおってよかった。最終確認いつもないもん。明日卒業ライブを控える国民的アイドルへの最大限の配慮だったが、この経験も今後の女優人生にぜひ生かしてほしい。これでもアクション女優の道もいけるよ。ああアンジェリーナ・ジョリーだよ。塩見悦子。塩見悦子。美人だ。そうですね、美人だもいけるよ。じゃあアクションの、うん、ちょっと泣いてんな。ちょっと泣いてんな。おい、いい涙だね。綺麗な涙じゃん。ちょっといいっすね。うるせえ。びっくりした。うるせえなお前、貸せや。すいません。でも何すかこの本、超面白いじゃないですか。これはクイックジャパンツエンターテインメントの世界では今一番かっけえ雑誌なんだよ。へえ、かっけえってどんな風にかっけえんですか。つまりタレントとしてこの雑誌に取り上げられるってことは一番おしゃれで一番頭良さそうに見えるんだわ。はあ、なんかすげえっすね。え、どんなタレントが今まで出てんすかね。うるせえなお前、うるせえっつってんだよ。取り上げんじゃねえよ俺の本を。すいません。本当に今回そのクイックジャパンにめちゃイケが大特集されてんだよ。へえ。ページ数がなんと137ページ。マジっすか。137イサナ。イサナ、うん。なんすかイサナ。イサナピンとこないんですけど俺。覚えやすいでしょ、一さん。やばくね。いや、そういえば俺この前めちゃゆるで見ましたよ。うん、ナイナイのやばいがゲストで来て岡村がバンバン仕切って話してましたよね。おー、なんか矢部の子供の写メを見た岡村が写真はめちゃゆけで発表するとか言ってメンバーにその写真を送ったり、クイックジャパン初の袋閉じやるとかっていうやつですよね。そうそうそう。しかもただのメールじゃなくて素敵なメールがいいよなとか言って矢部をグイグイ仕切ってましたよね。そうそうそうなんだよ。
ていうかナイナイの岡村超うざいっす。なんでだよなんでそこでうざくなんだよ。え、いやだって、いや矢部ならわかんすけど、自分の子供でもねえのに勝手にテンション上がって写メ送って袋閉じにするんじゃとか言ってマジうざくねえっすか。するんじゃとか言ってねえよ。え、どんなメール来てんすか。それがよ、はい、めちゃイケメンバー結構素敵なメール返してんのよ。ほう、極楽の加藤なんか先輩パパらしいメールだしよ。ああ、加藤ってもう3人も子供いますもんね。良い子の有野なんか意外や意外ちょっと感動しちゃうようなメールなわけですよ。有野がね、いや見たいっすね。だべ先輩。ん、良い子の浜口とかはこれなんて返してんすか。浜口、じゃ教えてくださいよ。浜口ね、はいはい、ありません嘘でしょ。あ、いやめちゃけ大特集じゃねえんすか。いや300、いやちゃうわ、137ページ。イサナっつったろ俺がイサナっつったろ。すいません覚えやすいようにイサナっつったんだよ。すいません、なんで3から来んだよ137ってイサナでしょ。そうだよ。なんでねえんすかこれ。だってほらクイックジャパンって頭いい感じの雑誌じゃん。はい、でほらここだけの話で、はい、浜口って、はい、バカじゃんかちょっと小声で言うのやめてください。クイックジャパンかっけくなくなっちゃうか大丈夫ですよ。あいつ、はい、ガバメントを、はい、ゴディバって訳したんだねチョコにしちゃったな。ゲボ出ちゃういやでもそんなこと言ったら岡村のメールもないっしょ。なんでだよ、あるに決まってんだろお前。え、だってクイックジャパンっておしゃれな雑誌なんでしょ。うん、ナイナイの岡村って超ダサいじゃないですかダサくねえよお前、その小声のパターンをかぶせてくんじゃねえよ。あいつすぐ人のファッションパクるんすよ。この前メイクの春山さんのファッションパクって水玉のパンツ買ったんだって女もんだっつうのいいだろ、かわいくていいだろお前ドット。なんていうの、あのサルサパンツみたいな。サルエルですよ。あ、サルエルか。サルサダンスでしょ間違っちゃったよ、サルエルパンツか。サルエルですよ。俺サルサパンツだと思ってたよ、ね、ずっとサルエルパンツって言うのか。ダンスですよ、サルエル。LA 失敗した、うるせえよお前さっからうるせえな、俺偉人じゃねえっていうかお前なんか最近グイグイ来んな、なんか女できてからグイグイ来んなお前調子乗んなよお前。すいません。結局近くのホテルに一泊した路線バスの旅は、おはようございます。おはようございます、ライブ当日の朝です。だいぶ朝早いけどね、はい、そろそろ、うん、起きて出発しないと。やっぱりリハとかもあるもんね。はい、うん、起こしたいと思うんですけど、うん、今日はちょっとスペシャルゲスト、このゲストの方と一緒に大島さんを起こしたいと思います、はい、なるほどなるほど、この方です、どうぞ。おはようございます。果たしてその正体は。今日はちょっとスペシャルゲスト、このゲストの方と一緒に大島さんを起こしたいと思います。なるほどなるほど、この方です、どうぞ。おはようございます自己紹介の方お願いします。西健太郎です。お道具の西くんね。お道具の西さんでございます。何を隠そう、西くんは AKB の大ファンで、推しメンはもちろん大島優子、ちゃんと卒業シングルも買った筋金入りのオタなのだ。そうです、大島優子さんのファンなんですね。はい、ただその大島優子さんの前は誰のファンでしたっけ。篠澤真理子です。卒業されたということで乗り換えたんですね。そういうことです。そういうことです。今の篠田さんは、あ、応援したいです。でも、はい、でも AKB の中で今一番好きなのは大島優子さんです。ちょっとやっぱ卒業すると、そうなんです、ちょっとやっぱり
班代表の西くんと早速大島優子がぐっすり寝ている部屋の中へ。こんな顔ね。起きる気配のない大島さんと、ここでお母さんがどうしても西君に見せたいものがあるらしく、いや多分これはマジ、目覚まし時計の代わりに持ってきたのは、さすが川への靴の効果は絶大だった。時間なんだ、起こしに来ました。ごめんね、びっくりしたやろ。おはよう。ほら、やっぱすっぽど臭かったな。ちょっとワンタッチありましたもんね。川への靴です。思い出すだけで咳込んでしまう。もう変な咳で出るやん。大丈夫。がそれより気になるのが、ごめんね。誰ですよね。大道具やってます、西です。もう大島優子さんの大ファンなんですよ。大好きやで。そうなんですよ、大好きなんですって。買ったの自分で。自分で生ジャッシーも。え、生ジャッシーも買った。初回限定版についてくる。おお。西くんの大事な宝物は大島優子の生写真だった。出したパルーだ。パルー。でもね、あのコンサートとか行けてないな、忙しくて。行けてないです。行けてないねんな。そうなんですよ。で、握手会とかも行ったことないねんな。行ったことないです。行ったことないんですよ。な、はい、ちゃんと自分が握手 したいんですけどって言ってごらん。ちゃんと握手したいんですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫かどうかちょっと分かるんですけど。起きてすぐ。というわけで西君のためだけに握手会を開催。はい、ありがとう。チャンスね、喋っとかんちゃん。チャンスやから。ご卒業おめでとうございます。ありがとう。神曲たちとかも買いましたんで。あ、アルバム。はい。あ、ありがとう。はい、終了。剥がしです。剥がし。剥がしやってたから。剥がしやってました今も。10秒しか時間ないんですよ。うん、だちょっと喋るの遅すぎたんで。うん、そうね。残念だね。こんな笑顔見たことないぞ。やったな。可愛い顔してます。可愛いって。うん、あ、やったやった。うん。リップサービスだぞお前。本気にすんじゃないぞ。絶対付き合えないんだから。分かってる。分かってるか。はい、なよかったよな。はい、いい記念になったよな。いい思い出だったよ。そう、思い出。スーパースタート。西君にとって一生の思い出になったが、大島さんにとっても女優になったら今後二度とないであろう寝起きドッキリ。これが最後の思い出に。さあ、いよいよ今日ですね。国立のライブということで、はい、来たね、国立来たね。来たね、大島さんね。ドキドキするよね。国立のライブなのに目覚めの悪い朝ですよ。でもね、それをね、もうね、コンサートで爆発させちゃえっていうね。違うでしょ。うん、起きてから食べました。あ、ご飯ですか。はい、食べてない。あら、こういう言葉があるから、腹が減っては戦はできぬっていう。そうですね、まあ、特にそんな大したことじゃないんで、うん、そういうことわざあるなと思って、はい、いやもう本当にやっぱりお腹減ってたらね、うん、はい、しかし窓の外には朝食を食べられるようなレストランも、そしてコンビニすらも見当たらず。お店ないな。あまりないですね。うん、
なんとかして大島さんに朝ごはんを食べさせたいお母さん。その時、あれ？そうか、このさん。あれ？あんまり炭水化物がそのとこさ。何？あの二人どうした？何してんの？喧嘩してるやん。何してんの？喧嘩してる。喧嘩してる。どうした？どうしたどうした？どうした？どうしたの？何やら料理人の格好をしている二人だが、誰が言ってんの？ヨコちゃん、朝ごはん作ってくるんで。え、嘘。なんと大島のために炊きたてご飯を用意していたらしい。お前やばい。あたさ、お前なんだろ、お前なんだろ。フラン、でっかいフランスパンで仲直りしたやんか。仲直りしたんじゃないんですか。仲直りしたってか、こいつがご飯とか持ってくるから。ご飯なんか食べれないでしょよ、女の子がさ。なんでパンの、女の子好きなのパンでしょ。それで揉めてた。日本人なら米だろ。パンに決まってんだろ。パンでしょ、大島さんね。パンだよね。いや、なんで米だろ。米なんていいんだよ、お前は。あとね、俺ね、ケーキも用意してるから。あ、用意してるから。え、すごい。ふわふわケーキ。あ、これいいわ。ケーキの前にはパンの方が合うでしょ、絶対。そりゃパンやね。そうだよね。洋食やったケーキよ。ねえ、だから絶対パンがいいと思うんだよ。パンっぽいな。くたばれ。くたばれ。くたばれ。やめなさい。やめなさいよ。こうなると加藤も黙っていられない。お嬢も言ってやるよ。お前さ、なんか寝起き悪いらしいな。そうなんです。寝起き悪い。寝て起きた時のお前の顔、ひでえって聞いてるぜ。そんなわけないよ。寝て起きた時のお前の顔、椿鬼奴だって聞いてるぜ。嘘だろ。嘘だろ。痛いとこ疲れた。まゆちゃん、そんなことないよ。まだまだ言ってやるよ。言ってやるよ。そんなことないよ。お前トイレ長いらしいな。何してんのよ、トイレで。トイレってやること限られてるよ。長くないよ。長くないよ。いいでしょ。ちょっとズボンや。大丈夫か、ガッサン。マイルアタックや。逃げたか。ここからのめちゃイケスペシャルはご覧のスポンサーの提供でお送りします。来いよ。おいおいおい、動きおかしい。そう、前からそうなんです。動きおかしい。おい、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 ちょっと、おい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 、届いてない。このままでは大島さんの大事なケーキが。マユユ、あかんよ。何してんだよ。大丈夫、大島さん。大丈夫かい。顔、どういうことだよ。どういうことなんだよ。この後ライブやで、国立で。ちょっと、えげつなくね。ちょっとやりよった。やったな、お前。やったな。マユがやってんで。ほら、先輩にやったぞ、えげつねえことよ、お前。お前が用意したキャキャだろ。お前やったよ、先輩にやって。ライブ前に先輩にやったよ。うるせえ。どうして貴様ね。マユ、大丈夫か。お前なんだよ。お前今日すげえじゃねえ。おめえすげえじゃねえ。ちょっと落ち着かせてあげてよ。ちょっと落ち着かせて。はい、ちょっと待ってください。これ見て。落ち着けよ。ほら、さっき生まれた子供。ほら、めいちゃん子供大好きじゃん。かわいいやろ。かわいい。そうやね、生まれたてやもん。生まれたてやぞ。まあ子供大好きだもんね、赤ちゃん。めっちゃかわいい。おい、
これが初公開。リオくんの可愛い写真のおかげでやっと正気を取り戻したマユイは加藤ともあっという間に仲直り。しかし結果的に自分だけ朝ごはんにありつけなかった上、顔中クリームまみれの主役は納得できるわけもなく、しょうがないよね、こういうこともね、あるからね。しょうがなくはないですよね。で、2人は大島さんのためを思って、じゃあ、まあね、ご飯はいいですよ、うん、じゃあ、うん、じゃあね、はい、落とさせてください。めっちゃ怒ってはるんすね。いや、そうですよ、ライブ前ですよ。そうか、どうしようかな。シャワー浴びたい、シャワー浴びたい。あるどっか、うん、そっか、どこでもいい、顔だけ洗わせてほしい。大島さん、すぐ落としたいっていうことですか？すぐ落としたい。もうだって今やばいもん、油とかで。ならば、これで落とすことに。まあ、岡さん頑張って。やべさん、はい、タイムは？ただいまの記録、何これ、7秒です。もうちょっと頑張っていただきたかった。ねえ、お母さんもちょっと巻き込まれましたけどもね。これ関係あります？ちょっと一緒に乗ってたんでね。これ関係あります？7秒でした。何これ。じゃあ告知ボックスの方お願いいたします。じゃあ大島さん、これ持っていただいて。さあ、これ持っていただいて、各映画ドラマのプロデューサーの方に告知してください。さあ、それではいきます。よーい、スタート。はい、私、大島優子、この度 AKB48 を卒業して、役者の道に進みたいと思っております。お願いします。短かったな。ちょっとね、7秒はね、告知できなかった ね最後までいけなかったですね。説明で終わっちゃったね。今の暑さですね。すごい、本当に暑い。びっくりしちゃった。大島さん、別人になりました。こんな老けてましたね。老けてない。もっと可愛かったよ、うん、もっと可愛かったよ。いや、老けるわ。こんな卒業で老けるわ。触れた。もう3歳ぐらい、いや、もう5歳ぐらい触れたじゃない、ね。すっかりクリームも落ちて、卒業前にネットコマーシャルも体験できて、もう思い残すことなく極楽まゆゆに見送られ、いよいよゴールの国立競技場へ。お疲れ。この後まゆゆも国立へ。ゲラ事務所に振り込むから。よかったよ、よかったよ、できるようになったよこの子。練習したからやりました。練習したもんな、リハしてな。お母さん、足柄も一夜が明け、朝ごはん時、GQ グルメパークをはじめ、お客様でいっぱいです。でも、一緒に働いてくれる仲間がいるから、僕は大丈夫です。いらっしゃいませ。バイトリーダーの足柄2時50分です。今、私がいるのは、この足柄サービスエリア、めちゃイケサービスエリアの雲太郎の前です。あそこに見える金時山はおとぎ話、金太郎がいたとされる場所です。すいません、はい、写真撮ってもらっていいですか？あ、いいですよ。じゃあ行きますよ。はい、チーズ。あ、いい笑顔ですね。はい、どうも。やっぱそうなっちゃいますよ、江頭さん。だから何言ってんのか分かんないんだよ。いや、もうね、慣れたから声出るようになったんですけど。いや、江頭さんがいいならいいんですけど、俺心配なんで、これが流れちゃう。何が悪いんだよ、逆に言うと。いや、つまんないです。つまんない。どうしましょう。冗談じゃね、あんなクソ、うんこみたいなところで撮らされてさ。もっと面白い写真撮ってやるよ。じゃあ見とけよ、お前。ちょっと貸せよ、お前。見よ、お前。何なんだ、これ。ほら、金太郎だよ。お母さん、足柄に江頭の絶叫が響いていますが、僕の考えた GQ グルメを近所のファミマで食べてくださいね。でも人気のメニューはお店によってはもうないところもあるから気をつけてください。うるせー。どうしたらいいんだよ。なんか個性が死んじゃったんですよ。個性が死んじゃった。あんたたちがやらしてんじゃねえかよ。あの、あれ AKB の大島さんって知ってます？
AKB の大島優子さん、大島さんがこの春卒業するっていうことで AKB をいろいろやってるんですよ。そのうちの1個をじゃあモノモースみたいにしますか。きたー、マジで いくないですか。仕事あるじゃん仕事あるじゃん、大島最高だよ。あいつのスカート、もう会いたかった会いたかった会いたかった、ずっと下ろしてやるぜ燃えてきたぜ大島お母さん、僕は大島さんが心配です。足柄の恨みは国立で晴らす。すったもんだありすぎたローカル路線バスの旅はいよいよゴールの国立競技場へ。よし着いた、最高、急ごう、急いで、急いで。そんな3人を待っていてくれたのは、急いで、急ごう、こっちから急いで、あー、ここからゴール、大島さん、ゴール選手切って、お台場から国立競技場へ一泊二日の長旅もようやく終了。ゴール。なんで我々がこういう格好してるのか、これも後からスタッフから聞いてね。ややこしいと思うんだよね。いろいろありすぎたからね。ありすぎましたよ本当に。よく頑張ってくれました。30分で来れんだから本当だって。一泊二日かかった。卒業旅行の旅やから。子供の出産からね。そうそう。そうね。そう、あの6中に生まれたのよ。ちょうどね、よかった。そうそう、ありがとうございます。忘れられない卒業旅行になったんじゃないですか。本当ですよ、ね、もういろんなことさせていただいて、うん、一皮むけた気がします。そうね、もうこの後女優さんになるから女優さんになるからね。まあその女優さんになる前に、うん、今日はあのもう卒業ライブなんで、はい、ね、はい、皆さんと一緒に、いよいよ、はい、はい、頑張ってくださいね。はい、頑張ります。みんなと一緒に、はい、最後の晴れ舞台を、最後ですからね、はい、はい、盛り上げていきましょう。その時、よーし行くぞー。やばい、何この声は。どこですか。足柄のバイトでたまりにたまったストレスを AKB 相手に解消しに来たエガちゃん。すごいね、エガちゃん内心来たのよ。何しに来たじゃねえよ。どうしたどうした。めちゃイケサービスエリアで働かせたり。ああ、ありましたね。そうそう、働いたら働いたで、うん、面白くないって、係にダメだったりだった。嘘、え、いや絶対面白くなるはずやってんけど。サービスエリアにエガちゃんいたら絶対面白くなるはずやってんけど。やってたよ。いやいや、レジ打つだけなんだよ。あれ、お前いたいからね。どうやって面白くしようってんだよ。残念。今日はね、はい、たまりにたまったストレス、はい、ここで爆発させてもらうぞ。ライブ直前に偉いやつに目をつけられた AKB の皆さん。逃げろ、サシコ、逃げろ、逃げろ、逃げろ。なんでサシコばっかり行くねんか。あいつはいいだろ。バラエティ担当だろ。アイドルなの。そしていよいよ本題へ。そんなことより、どうした。おしまどうだ。いんのか、いんのか。お前カメラの前、なんだこれ。ちゃんと伝えて、ちゃんと伝えて。カメラの、うわー、おいしょー。 AKB を卒業する前にお前に言ってこともあるわー。エガちゃんごめん、ちょっと困ったな。どうした、エガちゃん。いや、エガちゃんよりも大島さんに物申したい人たちいてるんですよ。あれ、
今日はそんな流れやったんですよ。だからなんでエガちゃん来たんかな。どうやらハガリピーにはめられたエガちゃん。お疲れした。バカ誰よーし行くぞー。聞こえた声。何何何誰。このミニ江頭軍団の正体とは。説明誰か誰か説明。江頭がどこ行った。一瞬にしてもらったよ。 AKB グループの中で大島優子をキャプテンとしチームの絆を重んじる体育会系として名高いチーム K のメンバーたち。本日は今まで世話になったキャプテンに今まで言えなかった思いをあえてエガちゃんのモノモノ押すスタイルでぶつけたいというが、せーの、ガッテンクラスク、ガッテンクラスク。完全に引いているエガちゃんだが、もっと引いているのは、いやいやいや、私のメンバーじゃない、私の信頼メンバー、メンバー、ほら怖い、めっちゃ怖い。キャプテンに分かってもらおうと距離を詰めるチーム K。 江頭さんどこ行った。江頭さんどこ行った。せーの、どこ行った。せーの、怖いな怖いな、これめっちゃ怖い。もういいよ。江頭さん、江頭さんここにおった。俺のモノマネされるとすげえムカつくぜ。なかなかの完成度やな。いいね。だってモノモース相当難しいぜ。いやでもマスターできてるよ。やれるかよ。はい、やれます。本当やれるか。はい、やれます。あいつ誰や、あいつ誰や。はい、ええな。待って、ええな。あれちゃうやろ、マキタスポーツやろ。あれあれマキタスポーツさんやって。見てる見てる。江頭さんちゃう、マキタスポーツやれ。生半端な気持ちでモノモノことは全然できねえぞ。どうかよろしくお願いします。あ、お願いします。大島優子への熱い気持ちにエガちゃんは一生懸命や。お、よーし切った。お前らの気持ちはよーく分かった。おじゃあモノモノしたやつ。はい。お、じゃあお前、あんた来い。申し訳ない。誰誰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 いつでもどこでもリハーサルでも全力で何事にも一生懸命取り組んできた。その姿は私たちがこれから精一杯受け継いでいく。だから安心して卒業してくれ。かっこいい背中を見せてくれてありがとう。MC ガシラ、笑いはいまいちだったけど思いは伝わった。伝わってるよ、ほら。じゃあ次、はい、あ、どんどん行こう。今日も行く。誰や倉持、2時50分だ。ちょっと待って、次や。ちょっと待って、顔おかしい。そうおい、大島優子。おい、組閣祭りの発表の後、うん、私と二人で話したの覚えてるか。覚えてる。新しくチーム B のキャプテンになってちょっと不安な私が大島優子の背中を見てたくさんのことを聞いて。長い。コンパクト。もっとコンパクト。コンパクト。じゃあ次。よしき。あれや。長尾。長尾2時50分だ。よしき。大丈夫かおい。大丈夫かお前。お前大丈夫か。お前に一言物申す。お前出てないの。忘れないでください。短い。
こと言うから、エガちゃんが。続いて、あれは島田2時50分だ。なんだ、お前はいつも後輩の高い壁であり続けた。その壁を今日私が越えてみせる。おい、だからお前と相撲で勝負したい。やっとモノモースらしくなってきた大島チーム系。頑張って大島さん、手つくか。お願いします。頑張れ。マジでやるよ。マジで。頑張った。いけ。おおおお。やめなさい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 。何よりも八百長が嫌いなエガちゃん。つながってる。エガちゃん。股間がヤバいことになっている島田2時50分。つながってるから、エガちゃん。つながってるから。笑いはたまりやねん。つながってるから。笑いはたまりやねん。つながってるから。つながってるから。たまりやねん。エガちゃん、つながってるから。さらに。大島優子、お前に一言物申す。係長みたいな顔する。係長みたいな顔する。この後もエガちゃんの姿を借りることにより変に気を使ったり可愛こぶらなくなった大島チーム経営のメンバーは次々とその熱い思いをキャプテンにぶつけていったが、中には大島優子に一言物申す。すいません、忘れました。出てこんな。そして後輩たちのモノモースも終盤に差し掛かり、エガちゃんスタイルに慣れてきたせいかだんだん暴走し始めたチーム系。そんな中、ついに気になっていたあいつの出番が。俺だ、行け、来た、マキタスポーツ、マキタスポーツさんやね、マキタスポーツさんやね、面白い。名前は2時50分だ。マキタスポーツ。 AKB のセンターがいなくなるってことでみんな寂しがってるだろうが、うん、私がまたセンター取ったるから安心す。なんか思ってたのと違った一度。マキタスポーツさん。こんな期待外れないよ。なんか出てきた時のポテンシャルすごかったけど。そして最後は、じゃあ次、はい、もしかお名前は同期、同期です。同期、同期。あ、そうなんや。大島優子と同期として AKB48 2期生としてこの世界に入った、うん、同期やから思い入れあんねん。あ、うん、手紙。大島優子が泣きながら微笑むその訳は、この後ソロで卒業して一人でやっていくのにすごく頑張れそうです。ありがとう。あと、病気やから思い入れあんねんって。ああ、うん、手紙。最初私は同期の中でもセンターを張っていた。でも2年くらいしたらセンターを優子に取られていた。その頃からファンやスタッフの方たちから大島と小林は仲が悪いんじゃないかって言われるようになった。8年前、大島と同じく AKB48 2期生として華々しくデビューした小林だが、次第に周囲と差がつき、メディア露出は減少。今でも秋葉原の専用劇場でステージに立ち続ける日々を送る彼女が、かつては同じ青春を過ごした大島へ伝えたかった思いとは。去年の10月、私は優子に初めてくらいに電話をした。楽屋で見ててなんか気になったから、最近元気ないけどどうしたのって言ったら、なんでわかったのって言った。わかるに決まってんじゃん、私は同期だよ。センター奪われて以来誰よりも長く強い気持ちで優子の背中を見てきた。そしてそこで初めて卒業のこと考えてるって打ち明けてくれたよね。その長電話の最後に優子はこう言った。私がいなくなった後のチーム経営が心配、ごめんね、かな頑張ってねって。最後まで他人の心配をするのが優子らしいなと思った。
一番大変なのは優子なのに。同期の星、輝き続けた大島優子の魂は全員どこに行っても忘れない。世間一般の評価からしたら優子に私はボロ負けかもしれないけど、私だって優子がドラマとか映画とかで頑張っている間、劇場で現役で誰よりも踊ったし誰よりも歌った。その部分に私は誇りを持ってる。絶対に負けない。だからあとは任せておいて。何も心配せずに前だけを見て自分の夢に向かって突っ走っていってね。はい、ありがとう。いいお手紙でしたね。オッケー。オッケー。ちょっとオッケー出た。エガちゃんも感動してますよ。エガちゃんもちょっと感動しています。よーし、あった。こいつらの思いちゃんと伝わったか。はい。伝わりましたね。いろんな表現の仕方がね、あってね。今度は大島、お前が後輩に物申せ。私が？おお。なるほどね。言ってあげたら。チーム K のメンバーに。うんうん、名前は？大島西50分だ。いいよ、本番思ったこと。いいんじゃない？思ったことをこう。すごい気持ち悪いんだけど、でもなんかここまでして一生懸命面白くさせようと頑張ってくれたし、常に全力でやりきれ。大島優子が築き上げたチーム系のスピリットはこれからこの後輩たちがちゃんと受け継いでくれるはず。この後揃って卒業して一人でやっていくのにすごく頑張れそうです。ありがとう。あとこういう機会を作ってくれてありがとうございました。えい、ありがとう。そうやな、そうやな、確かにそうやな。実は人に感謝されるのが一番苦手なエガちゃん。すごいな、エガシラさん。エガシラさんどうですか？ちょっと待ってくれ。エガちゃん的には足柄よりも最悪な状況。エガシラさんがこんな機会与えてくれたんだ。エガシラさんがこの機会作ってくれたから。締めっぽいの嫌いやからな。締めっぽいの嫌なんだよ。締めっぽいの嫌いやから。こうして大島優子の AKB48 としての最後のステージが幕を開けた。いやー、よかったですね。無事こうコンサートも始まって、大島さんを送り届けられてですね。今日という日を境に国民的アイドルという立場を捨て新たな道を歩き始める彼女は、この先決して後ろを振り返ることはないでしょう。だって彼女の背中を見てきた後輩はこんなにも強く育ち、かつて夢を語り合った仲間たちはこんなにも頼もしいのですから。前しか向かねえ大島優子の後に前があんまり見えねえタカシーが。ほらスキップして。いいですね。もうコンサートもクライマックス。ほら会いたかった、来た。いやこれはもう名曲ですよ。もう卒業する大島さんの中でも思い出深い
曲なんじゃないでしょうか。まあね、気持ち入れて大島さんね最後歌ってますよ。なかなかいいもんですね、お母さん。あれお母さんがいない。このお母さんの主婦待てよ、嫌な予感が。探し出てる、早い。今回は早い。ああもう舞台上がってもてるやん。たかし、たかしなって上がったんか。驚く大島さんを尻目に黄色い乱入者がドセンターでパフォーマンスする、その訳とは。出たらこの後があった、あります。たかし、たかし、あ、たかし、たかしね、言っちゃってた大島さん。たかし来るかもしんないよ、来るかもしんないよ。歌詞もあいたかしになってる。歌詞も変えさせて。ほら、大島さんだけが騙されてる感じ。メンバー知ってたや。センター、花道歩き出したやん。いや、大島さん言うたお前上がってる、テンション上がってる。スキップしてるのよ。ほら、スキップしてる。7万人やからね。大島さんからすっかり主役の座を奪ってしまったたかしはメンバーと一緒にそのままステージ中央へ。すると、ああ、いや、セリ上がっちゃってる。ほら聞いてるやん、大島さん、どうするの、これ何だよ。しかし大島さんとは逆に盛り上がり続ける7万人の AKB ファン。お客さんこれどう思ってんねやろ。めっちゃ怒られるんじゃん。じゃあまあ、たかし、ツイッターとかやってるから炎上はないけど、たかし、おい、ああ、あいたかしで、そんなことしたらあかんて。ちょっとおかしいでしょ。どんどん調子乗るで、たかし。これちょっと行きましょうか。バカは、うん、いつもやったら帰ってくる待つんですけどね。行こう行こう。いや、なんで急に出てきてるの。なんでみんな会いたかしって歌ってんの、さらっと。会いたかしって言われたから出てきちゃった。すいません、どうも。ここまでのめちゃイケスペシャルは、こんな格好してますけども、ナインティナインの矢部です。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。たかしが邪魔してすいません。じゃあ本当です、違う、本当です。ちょっとやめそう。矢部氏から今回のことちゃんと説明してよ。説明しますよ。ごめんね、大島さん。本当ですよ。あのね、皆さん、めちゃイケでですね、ちょっと大島さんと卒業の旅行をちょっとやってまして。いや、もうバイバイしてたじゃないですか。そうなんだよ。だから高橋、あかんの。え、じゃあ、邪魔したあかんの。もう、殴ったよね、殴ったよ。だから最後にさ、落ちたと。握手したらもう帰るんだよ、ちゃんと。握手券持ってないけど握手してくれよ。最後でも卒業旅行もさせていただいて、うん、ありがとうございます。卒業旅行やめなさい、バカ野郎。大島氏になれ。大島氏になれ。行くぜ、帰るぜ。この着ぐるみなのか、ね、お前ちょっと、高橋じゃなくて岡村さんでしょ。岡村さん、岡村さん、変態のおじさんやからね。この着ぐるみなかったら変態のおじさんやからね。最後に、この番組はフィクションですが、出演者の気持ちは全てノンフィクションでお送りしました。皆さんライブ頑張ってください。Z
全国のファミマでもさんちゃんのシュークリームを販売中。さんちゃん、ファミマ行ったよ。美味しいよね。ガリタマップとガリタクエストで遊んでね。再来週はついにめちゃゆるを大放出。Thank you.
down. Yeah, you played me like a basketball. Every time you're around, boy, you make me feel so small. Is this how love's supposed to be? 'Cause I've been told many other stories. No one's ever treated me the way you did. You were with her the other night. Why should I stand in line just to spend with you some time? Oh, oh. Is this how love's supposed to be? 'Cause I've been told many other stories. No one's treated me the way you did. No, 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 no. I don't think I wanna meet someone like you again. For what you've done, you cannot even make any amends. I don't think I wanna meet someone like you again. No, no. For what you've done, you cannot even make any amends.